志村さん、時刻は7時49分です。本当だった、調べてみたら。志村さん、ちょっと前にあの、ね、胃の手術をしてるんで、その時になんかなっちゃったんじゃねえのって言われてるね。ちょうどぶつかっちゃったんですね。あの、でもあの人すごいところは、その胃がん、はい、あ、胃がん、なんか胃の手術をした後にもう飲んでるらしい。すげえかっこいいな。それはそうだったんですね。すげえ、ちょっとずつも飲んでるらしいですよ。すげえ、志村さんさすがですね。うわ、もう70ですよ。70歳、志村さん。そうですよね、志村しろしろなんて言ってる場合じゃないよ。でも今月下旬に初主演の映画、そうなんだよね、キネマの神様が主演、ね、主演の予定だったんですけど、撮影が始まる予定だったんですけど延期ですよね。もうね、そうだな。でテレビのやっぱレギュラー番組とかにも影響ってことで、今相葉さんとかが、あれは誰がいるんだっけ、相葉くんと、あと誰だっけ、結構ないろいろいるよね、いろんな人がね。志村動物園さん、大悟さんも、ウィッシュウィッシュ。そうするとやっぱり北川景子さんもなりますし、あんた北川景子看病したいわ。えダメですよ、鳴らしたい鳴らしたい、もう違う意味になんか北川景子看病したいですよ。むやみに触ったりとかしたら触ったりとか、なんだよそれ。もう嫌だ。何が。はい、いやでもね、あの本当にもう海外でもね、トム・ハンクスさんとかも ねそうですし、うん、ただ本当人といっぱい会う人はね、うん、これ周りの人はちょっとざわざわしてますよね。じゃあそうですよね、うん、ということで、はい、今日のテーマは、そうでした、今日のテーマは逆転さよなら満塁ホームランでございます。はい、はい、ドラマチックデーということで、まあ皆さんドラマチックな話なんかないっていうことで、ひどいね、みんなね、俺だってないよドラマチックな話なんか。あるあちゃん、あるかもしれませんよね。あちゃんあります、ドラマチックな話ね、何だ。すごいなんか石のような顔になってますけど大丈夫ですか。ない、ドラマチックな話ねえ。じゃあ今日は逆転、うん、ひっくり返ったとか、うん、裏表話とかでいいんですか。トシさんはあれですか、もうちょっと時間ありますけど、何かこう逆転とか、こういう、私あの、まあ、いろいろあるんだけど、うん、あの昔ね、23、4歳の頃に、うん、あの男とも15人ぐらいで飲んでた時に、はいはい、俺まだその時酒飲めなくて、あ、そうだったんですね。そう、24、5万飲めなくて、意外ですね。で、まあ、先にこうみんな飲んでるから降りてきて、うん、下でね、こうなんかね、じゃれ合ってるというかちょっと喧嘩してるようなカップルがいたんですよ。あ、カップル。で、女の子が男のほっぺをもうなんかペチペチピコってやってて、うん、やめろよとかっていう男に言ってて言ったんで、うん、いや男はね、俺がね横にいたから、男は殴られて強くなるんですよって言ったんですか。まあって言ったらね、13歳、いきなりその男はね、俺の胸ぐらぐわーっつかんですね。てめえはなんだお前って、お前は殴られて強くなったんかよお前って思って俺に絡み出してきて、いやそういうつもりじゃないんですよみたいなこと言ったら、うちのね、うん、あの友達のボクシング部だ、はい、ラグビー部だなんてやつがゾロゾロ降りてきちゃって、うわー、そいつどうしたんだ、うん、私どうしたんだっつって、いやっつって言ったら、それの人はもう、うん、30分後には悲惨な姿になってました。俺と彼女がやめてって言ってるっていうね、意味がわからない。まさかの逆転。俺と彼女がやめてって言ってるって、まさに逆転パンチですね。もうみんな酔っ払ってるからさ、かわいそうだったの、あの男の子、男の人。そうだったんです。はい、いや、いろいろありましたね。はい、ぜひ皆さんメール送ってください、はい、お願いします。いってらっしゃい。8時21分を回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と志村けんです。志村さんは今頑張って、志村さんは今頑張って直して頑張って、志村さん頑張って ねもう早く大丈夫だって言って出てきてほしいね。ね、聞きたいですね、またね、ちゃん元気な声をね。はい、はい、というわけで今日の担当はさとしさんです。よろしくお願いします。よろしくね。あ、昨日ね、昨日この前ね、うん、某温泉施設行ったらね、うん、ガチャガチャでマスクが出た、うん、ガチャガチャでマスク、本当に使えます？1枚200円。びっくりしちゃったよ。1枚200円。なんかこう、ここに絵が描いて、口のところに絵が描いてあって、あ、するとこう出っ歯だったりとか、そういう ふざけたマスクが、でも一応売ってた。マスクがガチャガチャで売ってんだ。誰が
想像できました。いやまあすごいよね、すごいですね。はい、今日も行ってらっしゃい、頑張ってくださいね。皆さんがねこう通ってねくれるんですよね。ジュニアさんです。いや防犯協会の方です。びっくりだった、マスクかぶってる、ガチャガチャって。すごいね。でもちょっと絵はなしにしてほしかったな。ちょっとね、そのうちアルコールとかあるぞ、そのうち。いやマスク皆さん足りてますかね。ね、本当ですよ、まあ、だんだんでも出てきてるね。あ、本当ですか、うん、まだ私見かけないんですけど。本当、うん、なんかなんとなくあると思います。ありますか、なんとなく。そっかそっか、じゃ皆さんね買いだめはしないようにお願いします。はい、では、はい、今日のテーマいきましょう。今日のテーマ、逆転さよなら満塁ホームランでございます。はい、はい、ではパパラッチョさんです。はい、一番逆転できたなと感じたことは就活です。お、最初公務員志望でずっと公務員試験の勉強していた、はい、民間企業への就職の対策は一切していなかった、はい、だけど3年生の終わる時期に公務員から民間企業へ進路を変更しました。お、しかしかなり遅かったため、大学の就職課の職員から今年中に就職するのは絶対に無理です、諦めて来年以降に就職活動をしなさいと言われたんですって。で友達からも親も今年も就職するの無理そうだねって言われました、うん、だけど僕は諦めず必死に就職活動を続けた結果、なんと4つの会社から内定をいただきました。よし、それだけではなく第一規模の企業に合格することができました。まさかの逆転劇です。素晴らしい、素晴らしい。いい音。素晴らしい。素晴らしいですね、うん、いやこれパパラッチョさんが頑張った。そうだよ、うん、自分を褒めてあげてね、うん。生きてきた中でずっと頑張ってきたからですよ。そうだよ、ね、まあ、これから大変だと思うけどね、うん、頑張ってほしいですね。頑張ろうね、ね。ダメだったらうちおいで。田中屋さんの焼きまんじゅう遊びおいで焼いてくださいね、うん、焼きまんじゅう投げてあげるからキャッチしてください。そして深谷から来ましたさんです。はい、逆転ということで最近はカード式の麻雀を息子とやっていて、うん、あ、できんの麻雀、息子さんはカード式麻雀、あの麻雀、あーちゃんできないよね。私も麻雀が何ですかって言ってましたもんこの間。そうで、いつだね、はい、どんじゃらしか分かんない、どんじゃらしか分かんない、はい、最後に上がって逆転したり、また息子に上がられて逆転されたりと楽しんでいます。うーん、こういうゲームをね、うん、アメリカってさ、はい、競技があのバスケとか、うんうん、いろいろあるじゃない、あの、はい、アメフトとか、はい、1点のスポーツってないんですよ。1点って1点ずつ入れるスポーツってないんですよアメリカって。え、野球もほらね、ホームラン打つと4点とか入るじゃないですか。1点ずつ入るサッカーみたいなスポーツってあんま人気がないんですよ、うん、じゃあ大量逆転とか、逆転とかアメリカ人ってそうなんですよ。はー、全てが3点6点とか、へー、そういうスポーツじゃないと、アメリカも前前じゃないですか、はい、うん、ラグビーヨーロッパのスポーツなんだけど後ろ後ろじゃないですか。はいはいはい、これがね、こう人なんつうの、このひね、人種の違いというか。なるほどね。アメリカって本当にね、逆転スポーツ大好きですから、ね。はあ、知らなかったです。うん、だ野球もほらね、9回3対0で負けてて、うん、満塁ホームランでサヨナラ逆転ホームランとか、うん、あのバスケもブザービート、あとね、2点差で最後3ポイントで勝ちみたいなのがあるじゃない、うん。ああいうのは好きなのね。なる、感動的な。これ日本にコツ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 しないんですよ。はあ、これもやっぱね、国民性が、国民性も本当にそうだと思います。出てますね、うん、知らなかった、はあ、ハワイのママちゃんはですね、あんちゃん、さとし様、お墓から、おはよう、お元気かしら、元気だよ、ママは元気だわ。ママは左利きで高校の体育のソフトボールの試合で、ああ、まず三塁に走ったら怒られると思っていた。え、走っちゃったってこと？走ったら怒られると思っていたら、おうおう、なるほどと感心されて、今度は逆に恥ずかしくて穴があったら入りたかった。分かんなくて三塁走っちゃったってこと？走っちゃったんだと思います。かわいい。そしたら先生にも逆に感心されちゃった。俺の友達のインドネシア人もね、あの代打で出したら打ったら三塁走ったよ。何やってんだよ、分かんない分かんないっつって。あ、そうだよね、一塁じゃなくて三塁に走っちゃったですね、うん、ママかわいいですね。かわいいね、ママちゃん。そしてお借りしました。ツーパンプさん、うん、私は、猪木さんの練習の撮影をしていた時の出来事です。すごい。彼は若手レスラーのように常にガチで練習をしていたと。うーん、でね、汗を拭きながら、なんでここまで練習するんですかって聞いたらね、うん、プロレスラーの価値はな、どれだけの技を出すかではなく、どれだけの技を受けられるかなんだ、バカだ。見たかっただけじゃん。と言ってね、要するに自分がすごく技をかけられても、血だらけになっても立ち上がるという、うん、そういう精神の私は美学だと思います。は、
すごいね。すごいですね。ゆうさんね。本当に、でもね、ただこのメールを寝たらモノマネしたかっただけなんだろうな、さとみさん。ありがとうございます。続いて高崎のパパさんです、はい、人混みを歩いてると周りの人がすごく邪魔に感じることが多々あります。特に急いでる時はなおさら、うん、先日も駅のエスカレーターで人が詰まっていたため、うん、足止めを食らい、どうしても乗りたかった電車のドアが寸前のところで閉まってしまいました。走りゆく電車を見送りながら行き場のない怒りがこみ上げてきて、自分のね、もう本当にもう器の小さいため、改めて実感をさせられてしまいました。でもこれはあくまで主観的な感情です。私の邪魔はあなたの邪魔、立場を変えれば自分が周りの邪魔になっていることも多々あると思います。発想の転換で常に相手の立場を考えた行動ができるように心がけたいと思います。落ち着いて落ち着いて、確かにね、落ち着いて、自分が邪魔だと思っても相手も邪魔だと思ってますもんね。その時は本当にね、あの可愛い子を探しましょう。可愛い子ね、ほら、あの子可愛い、あの子ほら、心に余裕ができるんですか。そうです、あ、いいな、そう、ね、高崎のパパさん、ぜひこの意見を参考に、はい、うさけさんです。爽やかな水曜の朝は袋閉じを開けてから始まるさとし、はい、始まんないよ。どうも、袋閉じさとしでございます。始まんないよ。家庭内の立場の逆転可能、無理です、はい。そして赤木団の条件を変更、25歳以上にすると伊崎は最年少、うん、おばさんから逆転、ねえ、無理です。無理じゃない、わかんないぞ。そんな昔友人の車が手を振ったら近寄ってきて、縁石に乗り上げ逆転ひっくり返って屋根のまま10メートルくらい滑っていきました。やだ、危ない。で、さけさん助けなかったの？助けましたよ、さけちゃんは。笑ったんですよ、さけさん。あー、邪魔見ろーいっつってちゃんと助けたってことをね、想像したいと思います、はい、ありがとうございます。はい、皆さん、今日は逆転、はい、ひっくり返った裏表で、はい、お願いします。お待ちしております。時刻は8時29分もあります。いってらっしゃい。8時42分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、体がバキバキのさとしです。お疲れ様です。どうも、今日はさとしさんです。よろしくお願いします。よろしくです。さあさあ、というわけで、はい、あの群馬県内も新型コロナウイルスの感染者の方が、2名また増えまして、4市町で13人になりました、はい。場所はですね、高崎市とそしてここ前橋市です、はい。ただこの前橋市の、60代の男性はですね、病院にお勤めなんですけど、うん、その病院が館林市にある病院ということになっています。はい、で高崎の方はですね、自営業ということでフィリピンにご家族がいらっしゃるので、はい、フィリピンに1ヶ月間行ってて帰ってきた時に、うん、フィリピンはどうなんですかね。フィリピンの方でも結構増えてるみたいです。今特に今フィリピンが、ただ飛行機がね、何時間もずっと同じところにいるので、うん、そうですよね。あれがちょっとなんでしょうね、どうせね。やっぱり2月とかって全然まだこういう状況じゃなかったので、はい、あのね、気をつけてもいなかっただろうし、うん、でもすごいね、そっからやっぱ1ヶ月ぐらい経ってからね。本当ですよね。怖いね。だからこの先の1ヶ月は一体どうなるのか。出てくると思うな、もっと。出てきますかね。もういち早くちょっと収束してほしいんですけど、ただ今日もね、あの、知事が水曜日なので、はい、あの、多分会見とかあると思いますので、はい、昨日もまあ一応あったんですけどね、はい、今回は、あの、また2名増えて13人になったということで、はい、皆さんもね、お互い気をつけて、そうですね。行けたらなと思います。はい、さあ、それでは今日のメールのテーマに移りましょう。はい。今日のテーマですね、1956年に巨人軍にいました選手が9回の裏にサヨナラ代打逆転サヨナラ満塁ホームランを打った日ということで、ドラマチックな日ということで、ドラマチックデイ、うん、ドラマチック。じゃあメールのテーマはドラマチックでいいですか。ドラマチックじゃないということ、ドラマチックなんかねえだろっていう話で、今日は逆転ひっくり返ると思います。はい、今日は逆転ということで、はい、ラジオネームエイトママちゃんからです。あー、ママちゃん、皆さんおはからです。おはようございます。おはから、
裏表話ということで、出産の時の裏話、はい、でもちょっと愚痴になっちゃうかも、何何をしたいと思います、うん、陣痛促進剤を打つため、うんうん、前日からの入院だったのに旦那さんは普通に会社に出勤してきました、はい、病院は群馬で職場は東京なんです、はい、職場の人に病院に行ってやれって言われたと LINE が来ました。お病院にまっすぐ来るのかなと思ったのに、なかなか旦那来ないんですよ。泊まりになるなら先にアパートに行って荷物を置きに行ってたんです。すで、うん、に破水して陣痛に耐えたのに自分のことを優先する旦那さんにイライラしてしまいました、はい、分娩室に、移動になってまだ来ないんです。結局私のお母さんに付き添ってもらって出産をしました。出産よりも仕事、自分のことが優先、この時のことは一生忘れないと思います、はい、メールのテーマと違ったらごめんなさい。これでもう私も何も言えないので、佐藤さんも言えない。私は泥酔してましたね。うわー一番きつい。飲み行っていいって言うからさ、それ奥さんの強かったよ。行ったら無理だとか言って、もう知らないよ。飲み行ってもいいなって本当に行く人いないですよ。病院内のところで爆睡してました。私ヘロヘロじゃない。すごい、 いやだって大丈夫だって言うからですね。女子の大丈夫は大丈夫じゃないんです。そうですか。そんな知らないよね男の子ね、本当にね。でもエトママちゃんこれ勇気づけられたと思います、うん、自分の旦那よりもさらにすごい人がいたと。ごめんなさいエトママちゃんね、こういう人もいるから勘弁してあげてください。続いて桃爺さんです。桃爺さん、はい、私が思うに同窓会はまさに逆転の発表の場だと考えます。一番低かった子がクラスの一番大きくなったり、勉強ができてスポーツ万能だった一のモテかっこよかったやつが見るも無残な姿になっていたりしますね。女子も10代20歳ぐらいの時に同窓会などでは下ネタの話は嫌だなんて言ってる女の子が、40くらいの同窓会では酔っ払うと男子たちが聞いてられないくらい下ネタをしてくる。これねあるあるですよ。おじいさん、ほんと分かる。女性の方が最初は「やだ」って言ってたのに、40代になってくると男性を上回ることを話してくる。面白いんですよ。何かあったんですか。中学時代ツッコモ出たやつがね、はい、もうどうしちゃったのってなっちゃったね。すっごいおとなしかった女の子がすごい綺麗になってきて、はい、俺40の時に同窓会した俺が幹事やってやったんですけど、いいな。でもうみんな要するに35年ぶりぐらいに会うわけです。そうするとね、その静かだった女の子の周りに、うん、まあ、男が群がるんですよ。すごい好きだったぜとかわけわかんないこと言って、言って本当好きだったんだぜじゃねえんだけど言い始めるわけですよ。みんな二次会の周り、その子の周り、うん、男だらけでしたね。でもその当時はおとなしかったし、すごいもう、あ、いたんだっていうぐらいな、うん、静かな子でね。35年も経つと、これは逆転劇があるのが同窓会なんですね。すっごいリーゼントで頭がもっこりしたやつがね、はい、もう見るも無残なのになったりね、古戦化しちゃったんですね。古戦化しちゃったんですね。とかね、あの当時いじりすぎたんじゃないのって。あの当時いろんなパーマかけたりさ、なんて言われてますけどね。へ、はいはい、そうか。でも同窓会か、私はまだ1回だけ二十歳の時にしか行ってないので。二十歳なんかなんて変わったやついないでしょ。いやでもさ、聞いてくださいよ。私二十歳の同窓会に行った時に、うん、もうとにかく学年一モテた男の子がいるんですよ。もう私も王子様みたいな感じだったので、もうみんなが女子がもうキャーみたいな子がいたんですよ。だけどその子がちょうど二十歳で同窓会に会った時に、みんなこう綺麗な小綺麗な服を着てくるわけでしょ。二次会っていうかパーティー、うん、なのにその子チャージできたんですよ。もうそれに女子がみんなドン引き、もうドン引きしちゃって、もう裏を持って返したかのように。もうそれジャージには意味がなかったの。例えばラッパーですみたいな。いやないない。あ、俺ちょっとエミネムっぽく来たんですけど、ない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 のね。ないです。その午前中はみんな式だったんで、その子もスーツだったんですよ。そこにはみんな群がるんで、女子が、まあ、なんとかくんみたいな、久しぶりみたいな。なのにその二次会ジャージできたことによって、もう女子が裏を持って返してる。でもね、そのジャージがどういうジャージかはあるじゃないですか。本当に普通のジャージなんです。これからジムに行くんじゃないかっていう感じが。あ、そうそう。で、おしゃれジャージではないんですね。じゃなかったんです。サッカーでもあるじゃないですか、おしゃれジャージか。もう それで買ったような。違うんです。ジャージラウンドワンで遊べそうな。なんかそれでもう女子が午前中と午後で全く違った対応をみんなが取ったんですよ。あ、これがあったんです。服装問題ね。そう、こんな綺麗な
格好しなきゃいけないところでチャージできるのかっていう。これね、あの、まあ、俺なんかはもうよくあるけど、うん、スーツ着て仕事してるとすごいかっこいい。かっこいい。じゃあデートになりました、私服になりました、うん、おいおいおいっていう人とか結構あるんですよ、これはね。ええっていう人とかね、うんうんうん、あと女子もね、この普段はあの OL さんの格好してもタイトなスカート履いてね、うん、ちょっとおいい感じじゃないのとって、私服になるといきなりねもうケバケバな格好してる、ケバケバとかどうしちゃったのみたいなあるでしょ。ありますね、うん、だからなるべくあの普段かっこよく見られない方がいいんですよ。なるほどね、最初やっぱ下からこう、うん、そうそう、あんまりこうね、うん、上がってた方が。で検証されてんじゃん、女子がさ、はい、変なメイクをして変な格好して合コンして、でちょっとトイレ行ってきますって、2人でトイレ行ってめっちゃ綺麗になって帰ってた男の代わりを、よく検証ありますね。同じ人同じ人みたいなそうですよ、モニタリングとかでよくやってる、モニタリングでやってるやつね、よくあるでしょ。はい、だからね、あの化粧にね、ごまかされちゃいけないですよ、みんな。そうですね、はい、あの化粧の取った裏びっくりしますよ本当に。いろいろとご経験があるんですね。今もそうですけど。奥様ですか。奥様美人ですよ。さとしさんの奥様は絶対に。さとしさんが選ぶんだもん。今も無残です。さあ、やめやめ。綺麗です。さあ続いて、はい、メール来てますか。もう次行こう。ひーくん。ひーくん。オリンピックのチケットせっかく当選していたけど払い戻し中はなくなることも覚悟しています。どうなりますかね。大丈夫らしいよ。え？いや大丈夫なんでしょ。あの中止だったらダメだったんですけど、うん、今延期はまだ詳細出てなくて、ね、でも多分大丈夫と思うよ。うーん、これも持ってるけど、多分延期だから大丈夫かな、自分の予定が合えばね。そうですね、うん、多分日程はずれると思うけど、はい、うん、あとは出る選手が多分変わってくるので、選手を目当ての方は、選手は変えてほしくないかな、ちょっと。でも今あれですよね、決まってる選手の方も、まあ、配慮するとは言ってましたけど、全然決まってないんだ、まだね。うーん、 40% 決まってないんだっけな、結構決まってないって言ってましたですよね。ただ中には決まってる選手もいますもんね。もちろんもちろんいますよね。あれもどうかと思うよね。難しい。ちゃんと予選もできるのかな。じゃあ、じゃあなんか狙いますか。私ちょっと今から練習して、何がいけるかね。私ビーチバレーやりたい。いけるわけねえだろ。ダメか、届かねえじゃねえか、ネットに。そっか、ダメか、おかしいな、身長大きいはずなのにな。あ、そっか、170。そう、こんがり焼いて水着着て、そっか、そして酒ちゃんあたり応援に来てほしいな。ビーチバレーはいいよね。ビーチバレー私見に行きたいんですよ。私英語は好きですね。違った意味でしょ。ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです。大丈夫かい。皆様おはからです。おはよう。大学生の時、後輩マネが好きでした。後輩のマネージャーですね、はい、他の大学に彼氏さんがいることでした。あ、彼氏さんがいる子でした、はい、逆転を信じ根気よく頑張りました。信じ、詳細は書けません。彼氏と別れちゃったと泣きながら電話がかかってきた時は、おやおや、逆転勝利を確信しました。おやおや、しかし後輩に奪われました。あ、あの話ね。逆転負けです。あ、結婚し子供も生まれ幸せに暮らしてるようなので、これで良かったんだなと思っています。後輩もいいやつなのでって言って帰ってきました。あ、良かったですね。もうすごい目一杯の強がりですねこれはね。ね、はい、優しくしてあげてください、ちょっとしたん。いやでも本当ね、これはあのその時にかかってきた時に、うん、そこで自分のものにできない太っちょの、そのなんていうのかな、厳しいな。いやまあね、うん、三軍のあれですよ、バッティングピッチャーですよ。そんなことない。でも、はい、彼氏と別れちゃったっていう風に泣きながら電話をする、うん、これは太っちょさんにやっぱりちょっとはあったと思うんですよ、気持ちが。これね、ここで自分がね、どん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 ね、うん、押していかないと、うん、もうダメに、あ、決まってんじゃない。むしろ逆に来てほしかったかもしれない。なんならじゃあちょっと行くよとかね。うん、あ、それ電話だけでね。あ、それはいいかも。俺よく言うんだけど、はい、電話で3時間も4時間も5時間も電話するんだったらば、はい、もう行くよってなっちゃうよ。俺はだって嫌じゃん、ずっと電話なんか。だったら行くよ。あ、でもこれ泣いて電話したってことって、本当来てほしかったかもしれない。分かってない。来て、分かって、ギュッとかしてほしかったかも。ギュッて、うん、ギュッ、学校にギュッ。あ、ちょっとそれ手が届かないんじゃないの。してほしかった、してほしかった。あ、そう。うん。だってさ、これはね、総長さん惜しかったな。あーちゃんが言ってるよ、そうに。ね、ちょっとこれはね、アピールだったかもしれない。絶対そうでしょ。うん、多分私もそう。そうに思うでしょ、男は。うん。だって、あんまり、どうでもいいって言い方おかしいですけど、人に電話しないんですよ。うん。あー。惜しかった。逆
逆転勝利だったのに。残念な男だな。逆転負けしちゃった。でもまだ次があるから。さあいくつまで残念な男が続くんでしょうかね。続かないよ太田さん、頑張ってね。応援してます。さあ続いてラジオネーム、はい、富岡のアリオンさんです。ありがとうございます。テーマ逆転、裏話の裏話は普通の話っていうネタ何で来てますか。ゼロだよゼロ。裏の裏ね。来てねえ。ちなみに逆転で考えたのですが、はい、私が目標の30歳のうちに結婚できたのが逆転満塁ホームランみたいなものです。なんでなんで。こんなところでご勘弁を。なんでできなそうだったの。うん、だ30になっちゃったから多分、もう自分はっていう。あ、そうなの。まさか結婚できたと思ったってことですよね。さあでも偉い、そんなこと言えてね。俺なんか しちゃったよって感じだね。何ですか。何でもないです。ま、何ですか。今たくさんです。自分は県立前橋の出身なんですが、合格発表の日は合格していると思ってませんでした。おお。あ、そう、うん、パソコンで合格している。あ、パソコンで合格しているのを知ったって。今そういうの。あの、今回コロナウイルスの関係でパソコンで知ります。彼はまだ高校生ってこと。はい、高校生で。まだ、やだ、かわいい。今田くちゃんじゃまだ中学生ってこと。今度高校生。これから違います、大学生になります。大学生なの、はい、若いね。パソコンで合格しているって思ったら やたらに嬉しかったって。そうね。ダメだと思ってね、受かったりとかするとすごくいいよね。まさかの展開ですもんね。そうそう、あのすごい限定10食しかない定食屋さんに行って、あ、もうねえだろうなって12時半ぐらいに行って、あー定食ありますよっていう感じ、あー、それはおいしいですね、みたいな、あ、これ大盛りだよみたいな、そういう感じですよね。大盛りだ。ラジオでもルヌちゃん。ルヌちゃん、逆転裏話ひっくり返ったこと、裏話、裏表話、私の裏の顔は白鳥なんよ。そうそう、私の職業って変わった人が多いの。会社で今話題になっている話、はい、どうやら車庫の隅で大きい方をする人がいるみたい。はい。昨日車庫の隅の方に見に行ったら、あちこちに用が足してあったの。犯人は誰だか分かってるみたい。犯人は違う運転手に、俺外でするのが好きなんだよって言ったらしい。しかし外で大きい方するなんて、いくらそういう癖があっても会社の車庫でするなんて、いろいろな癖があると聞くけど、聞いてひっくり返った話でした。あ、朝ごはん食べてる人、すみません。多分そうだと思います。ね、以前、まあね、あちゃんの駐車場のところにありましたね。あの、すみません、朝ごはん食べてる方がいるので、ちょっとこの話は、あの、これはびっくりしました、ね、あれ水曜日でしたね。通れませんでした。はい、はい、すみません、はい、そしていえいえ、アレリアさんからです。アレリアさんですね。毎日報道されるコロナウイルスの感染者数より完治した人数が逆転することを願うばかりです。いや、本当にいるんですよ。治った方たくさんいるんですよ。本当だからね、治った方はもうね、あの、発信してください。ね、今そうですね、あと治った方がちゃんといるので、その方に対してまだ近づかないとか、そう、こういう風に差別的なことはね、してほしくないなと思います。はい、はい、まあ、コロナウイルスということで、オリンピックもね、延期になりました、ね、延期になったということで、これから延期ならいいけど、え、いや、だって来年まだどうなってるか分かんないですよ。そうですね、はい、もう経済がね、本当大変なんで、皆さんね、ここからいろいろね、皆さん環境変わってくると思いますよ、うんうん、ね、本当よ、公園とかすごいよ、人、公園ね、公園すっごいいっぱいいる、ほんといっぱいいる。公園は安倍さんも OK って言ってましたから、あんだけ人いたらどうなんだろうって思っちゃってすごいよ、だって本当。大室公園とかはね、まあ、観光の方がいっぱいですし、ちっちゃい公園もすごいもん。私モンテッサ、あれ子供たち遊んでる、いっぱい、こんなちっちゃい声にこんな人が来るんだっていう、ね、それぐらい遊ぶところがないからね、ぜひでもね、あの、いろいろ探して、あの、家でも ね、遊べるので、はい、はい、いろいろとね、皆さん本当に何度も言いますが、手洗いうがい、本当です、マスクの着用お願いします、ね、そしてね、ドアノブ触らないとか、はい、顔触らないとか、はい、いろいろ徹底していきましょう。はい、はい、さあそれでは本日の担当は私ソフィアヤカとシャトシでした。って言ってもまだあと25秒あるんですよ。この間ちょっとさ、7時からあのディズニー映画やってたの知ってる、モアナと、なんでまだやってましたよ、早くないやるの、なんでですか、普通9時からとかじゃん、8時とか、あ、そっか、7時からやってたの、今子供たちが、そうなの、ゆうゆうでね、おじいちゃんたちがいっぱい見てた、あ、かわいい真剣にかわいい、友達の担当さといさんでした、ありがとう、じゃあね、また来週、また来週、さようなら。